初代、カタクラカネタは、日本の実業家、資本家である。名の、ワジス X0208 では、ローと同一の区点が割り当てられていることから、カタクラカネタローとも表記される。カタクラ組を設立、カタクラ財閥の基礎を築く。カネタローの名は三代目まで引き継がれたが、本校では初代のみを扱う。 片倉組川岸聖子章1850年1月12日、品の国諏訪軍三沢村に生まれる。片倉家は豪農であり、金太郎は1873年には十人繰りのザクリ聖子を開始していたが、満26歳を迎える1876年、父一助から家督を受け継ぐ。1878年、 天竜川沿いに三十二人栗木海星糸所で、ある掛け替え聖子を、開設、さらに同年、輸出業の深沢社を設立する。翌千1 8 7九年、改明社を小沢金左衛門、林倉太郎らと設立する。松本聖紙書、川岸聖紙書も設立している。実定や重定と共に一致団結し、利順を共有財産として、 生死業を拡大。1895年、片倉組を設立、創立組長に就任する。1903年以降、北海道を呼び、朝鮮半島に進出、農場や山林を経営した。1917年2月13日、死去した。六67歳没。初代の創立した片倉組は、片倉製死防石を経て、片倉工業となり、 20世紀半ばには、日本最大とも、世界最大とも言われる、正式業となった。初代二代目、片倉蔡地、初代の末程、後の養子士、片倉製紙宝石の創設、片倉館の開設、日東宝石社長、名は、宗広とも三代目、片倉周一、蔡一の志八82銀行頭取。 全国製紙業組合連合会会長、三鈴ズ紹介初代社長、貴族院議員。ありがとうございます。